私バス日和新海です。こんにちは、バス日和。はい、これ見てください。じゃじゃん、バスボート。ここら辺ね、すごいツヤが出てテカテカしてるの分かりますかね。カメラだとちょっと分かりにくいか。こうやって来てもらうと、はい、ここ、こっからこっち、はい、白立ててきてるのが分かるでしょうか。まあ簡単に言うとね、こっちがビフォー、こっちがアフター。このテカテカになるね、アフターです。はい、でバスボートのね、この FRP の塗装、ゲルコートって言って、ね、経年劣化でだんだんね、白立ててくるんですよ。で、表面もザラザラになってきて、で、これをポリッシャーとか研磨剤使って研磨していくんですけれども、ゲルコート研磨してもなかなか綺麗になりません、うん、で、結局ね、どんどん研磨してもね、塗料が薄くなるだけで、この色が逆に今度変わってきて、なんていうんだろう、こうやって見てたら分かりますけど、白立ててますよ。これずっと研磨して磨いたんですけど、うん、こんな感じになってくるんですよ。でもこうなってくると磨いても磨いてもツヤが出ないどころか、どんどん塗料薄くなって色んなもできてきて、ドツボにはまります。はい、僕もドツボにはまってます。はい、ですが今回ね、そんなもうどうしようもないこの僕の経年劣化のレンジャーボート、はい、新艇みたいに仕上げていきたいと思いますので、どうぞご覧ください。まあ、ちなみにですけど、同じレンジャーボートでもこのね、トレーラーですとか、まあ、この春の部分っていうのはゲルコートじゃないので、研磨したら綺麗になります。はい、見てね、これもね、だいぶすっごい白茶してたんですよ。これね、まあ、さっきポリッシャーかけたら一応ね、ツヤが戻りました。はい、まあもっと時間かけてね、上の方とかもやっていけば、まあ、白に関してはちょっと表面仕上げまでするにはちょっと時間かかりそうですけど、こんな感じになるんですけどね、ゲルコートっていうのがどうやって白くしていくのか、やっていきたいと思います。はい、でちなみにこちらですけど、こちらがね、まあ、ポリッシャー使って、はい、綺麗にしていった、まあ、限界というか、まあ、これでもね、最初に比べたら多少ツヤ出てます。一応ね、手順としてみては、最初にね、洗剤使って、まあ、カーシャンプーとか何でもいいんですけど、洗剤使って汚れを落とします。でゲルコートもこう触っていくとね、あのゲルの表面が荒れて、まあ、俺の腹みたいにザラザラになっちゃってる部分あるんですよ、劣化したって。あ、こことか分かりやすいかな。こうザラザラしてる部分があって、でこういったところは2000番のね、まあ2000番ぐらいかな、耐水ヤスリで削っていくとキュッピキュッピになります。もう本当にお風呂のタイルみたいにキュッピキュッピになります。あ、こことかまだダメだったな、ちょっとザラザラしてるけど、まあこういうの全部磨いていきます。で、まあ下仕上げが終わった状態がこちらです。でどうしてもね、取れない汚れとか、ちょっとね、そうだな、まあ、大体研磨で取れるんですけど、ポリッシャーかけてって研磨剤がね、焦げちゃった跡とか、そういうのは残ってしまうと、メラミンスポンジね、日焼けの時に出てくるメラミン、シュッ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 ってやって綺麗になるスポンジ、メラミンスポンジありますよね、メラニンか、それを使っていくとすごい綺麗に落とせます。あの1000番ぐらいのね、2000番かのあれ、なんだっけ、耐水ヤスリで削った後もね、こうやってね、水で流した後もちょっとやっぱ白っぽく粉が残るんですよ、この FRP の削り粉が。それがあるとね、この後の作業工程にちょっと塩が出るんで、まあまあ、まずこう、あ、ほらほら、こうやってね、洗っていくとこう白い、見えるかな、こうね、白い粉がね、取れていくんですけど、ほら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 、白い粉が。これをね、とりあえず全部きれいにします。でこういった汚れもね、メラミンスポンジ使うとすごいきれいになるんでね、一回下地はきれいにしとかないと後の工程に響くんで、こんな感じでやっていきます。はい、で一通りね、今メラミンスポンジ使ってきれいにしていきましたが、やはり乾くとじゃじゃん、ちょっともう白ちゃけてます。はい、ただね、もう表面ツルッツル、汚れももうなくなってるはずです。はい、でこの状態になってからが、はい、作業の本番です。じゃじゃん、しょ、はい、何を使うかというと、え、これって思ったでしょ、はい大丈夫かっていう話ですけど、落下スプレーです。はい、クリアな。でこのラッカースプレーを塗る前に、はい、ワックスのこういう油分取り、シリコンオフですね。こういうのをね、先によってきれいにシリコン取っとかないと、これをつけてもノリが悪いんで、まあ先にこういうね、
まあ、車のバンパーとか補修するに使うカー用品コーナーで売ってます。でラッカースプレーはもうホームセンターで売ってるもう大容量そして安いやつで十分です。でまあもちろんね、あの水性というのもあるんですけど油性を使ってください。とりあえずねシリコンオフしていきます。まあ、気になる方はね養生とか綺麗にしてくださいね。僕はもうシリコンスプレーをシュッとしていっちゃう。うおーい染み込んでる水が。はい、いきまーす。こんな感じです。はい、である程度したら拭き取っていきますね。まあこれあの空拭きでもいいんで全然いらないタオルとかの、まあ、僕はこうやって拭き取ってます。すごい シリコンオフしただけでテッカテカツルツルになりました。で、あ、そうこれねゲルコートが仕上げてきた時にこれをする時のあの綺麗になるかならないかのテストというか基準として仕上げてるところに水分含んでこう水を含んでテカテカなって綺麗になるところはアクリルスプレーですごい、まあ、ラッカースプレーで綺麗になります。なんで不安な方がいらっしゃったらっていうか、まあ、まず必ずねパッチテストっていうかどっか目立たないところで、まあ、バスボートだったらトランサムとかなんて来てもらいましょう。こういうところです。まあ、こういったところ、まあ、どうせどんなボートもねやっぱトランサムから劣化するんでやっぱこの水がここなんかザラザラですけどここはもう諦めてますけどザラザラで、ここはもうスルスルになったけど、でこういうところでねアクリルスプレーしてみて、はい、で綺麗になるからそのまま作業を続けてもらっていいと思います。でその時にねアクリルとかラッカースプレーしてて気をつけてほしいのが、まあ、こういうところは養生した方がいいです。気にならないって人はもうこのままやっちゃってもいいですけど、養生してさらに薄く塗っていかないと液だりしてきます。やっぱりねこうどっぷりつけちゃうとディップしちゃうみたいな感じになってつけちゃうんで、まあ薄くしていきます。するとね確かにね近くで見た時はそれは心底とかに比べたらこのムラがあったり例えば傷があったりってありますけど、パッと見遠くから見た時の輝きっていうのはもう白茶地だったボートっていうのは見栄えを取り戻します。で、このガンネルより下、ここのね、これより下の部分は塗装がゲルじゃないんで、ポリシャーで綺麗になります。で、見てください。トレーラーもさっきちなみにちょっと、あれやったんですよ。なんだっけ。角刈りくん。角刈りくんだっけ。なんかほら、メラミンスポンジ、ガガーってやって。やっきれいになりました。おーい。取れちゃったよ。やめとこう、うん、はい、切れられました。で、トレーラーに関してはね、もうね、これも劣化してね、ワックスとか塗っても、もう、こいつがね、ワックスを吸っちゃうような状態になってます。まあ、トレーラーなんかはね、結構、酷使するというか、水にもすごいつくんで、まあ、あれだったら、トレーラーも余剰して、ラッカースプレーしてもいいと思います。ただ、劣化の程度が軽度であれば、見分けばね、トレーラー綺麗になります。これが、まあ、こんな感じでね、さっきも見せたけど、あ、ちなみにこっちはまだ磨くない。これ見てもらって分かると思う。こんな感じです。さっきまで。磨くと、さっきぐらいまでテッカテカになりました。なんで、こういった下だけは磨くとすごい綺麗になります。じゃあ、ラッカースプレーやっていきましょうか。ちょっと待って、びっちょびちょ。薄くやっていきます。はい、シンナー吸っちゃったみたいな。で、あ、ちなみにね、この作業、直射日光が当たってる時よりも、こういう曇った時の方が、やりやすいと思います。やっぱね、日がすごい当たってると、乾くのも早いですし、曇ってるぐらいがね、ちょうどいいです。どうですかね。
まあ、これが乾けばもう終わりなんですけど、どうですか、だいぶ、あ、ここだから、ここ見分かりやすいんじゃない、このこう来てからのここ、どうですか、でね、もうね、これ最終手段です、正直。もうここなんか見て分かるように、もうね、やっぱボートだいぶね酷使してるともうこうなってきちゃって、どん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 ね、これがあの古さが際立ってきます。やっぱりね、そうなってくると、あの釣りしててもで、カーペットとかはね、まあ、お金出して張り替えればできますし、こうなっちゃった場合ラッピングとかすればね気になりますよね、その何かね、スポンサーのロゴを入れるとか。ただそういったのすごいお金かかりますし、元はね綺麗になってるわけじゃないんで、もうラッカースプレーをしていくとやっぱりすごい綺麗になりますし、このコーティングがね守ってくれますし、ボート。ちなみになんでこの方法を思いついたかっていうと、キャンピングカーも FRP で作られるんですけど、キャンピングカーもやっぱり屋根の上とかすごい白けていきます。でそうなってくるともう何してもダメと。ただラッカースプレーで塗っていくとすごい艶を取り戻すっていうことをやってて、それをバスボートにも応用してみました。ただこれね、僕は初めての経験ですし、まあ塗り方も大雑把、あまり気にしない性格なのでやっちゃってますけど、もっとねいい方法あると思います、綺麗に塗る方法とか。あとね、まあ今回塗ってみて、まあ、今が5月なんで、これがねオフシーズンまで半年間乗ってどんな風な感じになっていくかっていうのもまたレビューしたいと思います。で最後にね、ラッカースプレーした後に、例えばガラスコーティングのねシュシュシュってやつとか、まあワックスとか塗ってもらうとより一層光沢が出ると思います。ただ先にワックスとか塗って下地をピッカピカにした状態でラッカースプレーをやっても乗りません。だから順序は逆ですね、先に、まあ、ラッカースプレーでクリア出して、はい、最後ワックスとかやったらいいと思います、まあ、とは言ってもやっぱりね、はい、付け焼き場というか神経の輝きには叶いません。多分この YouTube を見てる誰か、僕の親しい人が次このボートを買ってくれると思うんで、少しでもいい状態を保つために、はい、頑張ります。はい、重ね塗りが終わりました。こんな感じです。すごいツヤが出て、はい、いい感じになっておりますが、やっぱり、まあ、素人がやったんで、ところどころにこういう液だれができてしまっております。ただ全体的にはね結構馴染みもよく、だいぶ綺麗になったんじゃないかなと思います。はい、もう雨が降ってきちゃいましたんでね、もうカバーかけちゃいます。こんな感じになりました。はい、この辺の部分もすごいツヤが出てます。でね、余った塗料があったんで落下トレーラーにもしていきました。はい、トレーラーも重ね塗りをしたんでかなりピカピカになりました。トレーラーもかなりピカピカになりました。そしてね、このカウルの部分なんですけど、カウルは1回目の塗装ではすっごいピカピカになったんですけど、2回3回と重ね塗りをしてしまうとちょっとこの何て言うんですかね、塗装の粗めが出てきて、まあ、若干ちょっとマット、つや消しマットみたいな仕様になりました。で今ちょっとね雨が降ってきちゃって、まあ雨も弾いてますね、まあ、雨は元から弾いてたんですけど、まあこんな感じになりました。あとはね、このつやというかこのラッカーの耐久性ですよね、これがどれぐらい持つか、また今後も動画上げていきたいと思いますので、よかったらまた見てください。